はい。えー、それでは10時になりましたので、日本大学芸術学部文芸学科の進学相談会、えー、今回、ズームによるこのような形での進学相談会になりましたが、えー、ご来場の皆様ありがとうございます。私、日本大学芸術学部文芸学科教授の青木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は私、青木が、まあ、進行役というような形で、えー、今日、まあ、あの、本来であれば、 皆さんをこのエコダキャンパスにお招きして、直接対面をして、えそれでいろいろな相談に乗りたいと考えていたんですけれども、え昨今のこのコロナの感染状況のえ伸びというかですね、えそれでやむなくこのような形でという、え進学相談会となりました。で、あの、ズームを使った形になりますので、え皆さんはもし私の説明中でも、えチャットの方で、どん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 、あの、これ、こういうことはどうなんでしょうか、みたいなものを、 入れてていいただいても大丈夫ですその時にあの私がそのチャットの方をチラチラと見ながらあるいはあの今日文芸学科の他の先生方もこちらの方にこう参加されておりますので、えー、その先生方がお答えしていただくということも多分あると思います、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、現在ですねこれあの文芸学科がある江古田校舎のですね、えー これがですね、あの文芸ラウンジという形で、後ろの方が、えー、まあ文芸学科専用のね、図書館的な形で、資料室、文芸資料室というものがあるんですけれども、えー、今日はここからお送りしております。えー、というのもですね、えー、ちょっと今年はコロナのせいで入試の会場が変わるかもしれないんですけれども、えー、一番最初にやってくる入試、えー、つまり総合型選抜ですね、昔 AO 入試と呼ばれていた総合型選抜、つまり一芸入試、 学校の成績というものは一切問わない実際に来ていただいて実技試験つまり3時間かけて3200字以上でちょっと長い文章を書いていただくっていうのとあとは面接ですねそれだけでの総合型選抜のそれの会場というか例年はこの この広いですね、えー。この文芸ラウンジを使って、あと、この資料室の中の本も試験中に見ていいという、またちょっと変わった形式なんですけれども、えー、ちょっとコロナ関係で密にならないようにしなければならないので、今年はもしかすると、えー、他の大教室とかでやることになるかもしれません。その場合でも、えー、総合型選抜の時には辞書とか、えー、閲覧していい本に関してはブックトラックに載せて、ブックトラックっていうのは、 えっとね、あれです。あれです。本を運ぶやつです。えー、あの、ブックトラックに乗せて、えー、資料本とかを、こう、提供した形で、えー、だからずっと机に貼り付いて、こうやって試験を受けてるんじゃなくて、えー、いろんな資料を見ながらね、えー、そういう形でやる。 総合型選抜のちょっと独自な試験形式、えー、なんですけれどもその環境の中で皆さんの創作力というか、えー、執筆力みたいなものを存分に発揮していただいて、えー、時間もね普通の小論文試験作文試験は1時間っていう形なんですけれども、えー、総合型選抜に関しては3時間という長い時間をかけます、えー、でまあそこの中で作文というのは いわゆる短い小説的な文章です。あるいはエッセイ的な文章です。小論文というのはもう皆さんはもう高校などで小論文試験の対策とかされてますと思いますけれども、一応あの、あるテーマに従ってある仮説を立て、その仮説を自分でいろんなこう、反論だったり、あの、検証的な思考だったり、そういうものを含めて一つの論としてね、えー、3200字だと結構しっかりした、あの、短い、 小論文ではなくちょっと長いあの短い論文ですね、えー、というような形になるかと思いますけれどもそういうような形になりますえー、まああのちょっとねこのエコダ校舎がその試験の会場になるということで、えー、そういうようなことも含めてちょっとやっていきたいと思うんですけれども、えー、それではですね、えー、ちょっとまあ最初にね、えー、皆さんがあの軽く質問するにもいろいろとこう 基本的なところが、あの、分かってないと、なかなか質問しづらいかなという感じもしますので、えー、軽く短めにね、えー、ちょっと全体説明的な話をしていきたいなというふうに思います。ちょっと画面共有させていただきますね。はい、えー、あ、こちらですね、えー、実際にこういう冊子とか、あの、入試案内の冊子とかがあります。学部案内というのもあります。こちらの方なんですけれども、あの、 USB ってちょっと <laughs> あの、PDF とかで、えー、入試、えー日、文芸学科ではなく、全体のね、えー、日芸の入試のサイトの方から PDF などで。えー ダウンロードすることもできますので、えー、そういう形で、あるいはあの実物をあの資料請求することもできますので、えー、地方の方々、あるいはもう紙でね、直接、あのやはり冊子になっている方が見やすいという向きもあると思いますので、えー、無料で手に入りますので、という形になっております。で、えー、芸術系大学に進学するということは、1年次から専門的な授業、特に文芸学科では1年次からもうゼミという少人数の先生と、えー、学生の皆さんとで、大体12人ぐらい。 えー、その、えー、ゼミの中でいろいろ創作力を、ねえー、上げていくものをあとゼミ雑誌というものを作ったりするんですけどね、えー、この後ろの方にちょっと本棚みたいな形私の後ろに見えてると思うんですけれどもあとでちょっと解説しようかと思いますが、えー、ゼミの普段のその学習と同時にゼミ雑誌という、ねえー、雑誌を1年間その1つのゼミが1つの編集部あるいは同人サークルみたいな形で、えー、1冊の本を1年間で、ね、作るというものもやって で、えー、まあいろいろ昨今ねコロナとかで状況も変わりつつあってこうオンライン授業っていうものがどうやら大学はやってるらしい高校はまだ頑張って対面で皆さんやってますけれどもあのー ゼミに関しては現在対面で実際に学校に来てやってます。えーまあ、そこら辺のことも、ね、後でも質問があれば答えていきたいなというふうに思います。で、えー、ちょっと大きな話題になるんですけれども、えー、昨今、人工知能やロボットなどなどさまざまなテクノロジーがこう進みつつあるという中で、えー、どうもこの先 AI に仕事を奪われてしまうのではないかという、えー、そのような 危機感みたいなものがあると思います。えー、ちなみにですね、あのーこう、AI とかが出てくる以前にですね、えー、今生まれた子供たちは今まだ存在してない職業に就く可能性が大きいというのはもう21世紀に入った頃から言われています。えー、今日これを聞いていただいている皆さんは高校生あるいは中学生の方もいるかもしれません。えー、2005年。 以降生まれぐらいの方はもう出てきてきるんじゃないでしょうかね、えー、なぜ今私が2005年という年号を出したかというと YouTube ができた年設立された年が2005年のバレンタインデーなんですね2005年2月14日が YouTube ができた年です年というか年月日です、えー、なので2005年以前には YouTube というものは存在していなかった、えー、で今、あのー、例えば中学生高校生のなりたい職業の1位とかに YouTuber えつまり彼らが生まれた時には YouTube すら存在していなく、あの YouTuber という職業もなかったわけですよね。えー、でもまあ今夢のある職業として、あとボ,ボカロ P とかですね。あの、まあ、ボカロに関しても2007年ですから初音ミクがあの登場したのが。というわけで、えー、どうやら、あの、現在、今生まれてくる子供たちは、今まだ存在してない職業に、 社会にに出たくく可能性が大きいとはよく言われてます、えー、私のようなねあの大学の先生っていうのはもう何百年も前からありますけれども、えー、ちなみに私ずっと大学にいたわけではなくあの前職あのから大学の先生になったんですがそれはコンピューター会社のあのサポートセンター電話の、ね、サポートセンターで働いてたんですがその職業も私が生まれた1970年にはなかった職業ですねなのでなるほど その今の子供が生まれた時にはその職業にまだない職業に就く可能性っていうのはでかいんだっていうのはこんなもう今年今50歳なんですけど私ね <laughs> もう半世紀生きてる人間でも実感できるぐらいですから今の皆さんは実はまだない職業に就く可能性だってあります、えー、ちょっと話が脱線しました、えー、今ここに出ているのがあの人工知能によって奪われるかもしれない変わられるかもしれないっていう職業に対して 変わられる可能性が低い職業ですね、えー。ちなみにここ今赤いのをね、こうポンと出しましたけれども、えー、ここら辺のものは日芸、つまりこの大学で、えー、教えているものとか、皆さんがこう将来的に目指したいと思っているもの、えー、そういうようなところが、えー 赤いなのでまあ例えばこの作詞家だったり、えー、漫画家だったり、えー、フリーライターだったり、えー、放送記者だったりとかいろいろなものが実はまだ AI が進んでいってもこう代替することができないで、えー、どうも今ねあの皆様受験したいと思っている方あるいはあのその保護者の皆様方芸術っていうものが ものすごくこう地に足がついてないとかあのそれで食えるのか将来。 っていう,ふうにあの心配されてる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、今 AI によって例えばニュース記事とかをあの産業とかに要約するとかっていうのは得意なんですけれどもやはり創造性を持った0からあるいは1からこうストーリーを作るとかあのいろいろなものを検証したり取材してこう魅力的な ストーリーの上にその人の人生を乗せて、こう、ジャーナリスティックにあるいは、あの、電気的にという形で書いていく、そういう文章の力。 やっぱり人間の作ってるものっていうのは言葉によってね、こうできているところが非常にあるかと思いますので、えー、文芸学科っていうところがね、こうカバーしている領域っていうのも非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。えー、で、もう、あの、ここにいらしていただいている皆様は、こう芸術学部の特色として、あちなみに今年100周年を迎えます、えー。8学科をこう要しているわけです。で、まあ、あの、文芸学科、 まああのこの中ではな地味な感じがあのするところもあるかもしれませんけれども、コラボレーション的にあの文芸学科の授業ではこう多額科公開的な形で、例えば漫画実習といって、漫画の雑誌を1冊作るようなものがあるんですけれども、そうですね、実際、物の見せた方がいいですね、ちょっと一回、ちょっと後ろの方にね、いっぱいものがこうあるんですけれども。はいえ まあちょっとねねこういういライブ感が大事ですよ、ねはいえー、さっき言ってたこの雑誌ね、えー、大学の方でちゃんとこの本を印刷する予算とかが出てですね、えー、ちゃんと印刷所の方の見積もりを取ったりしてゼミ雑誌とかも作るわけなんですけれども例えば今あのゼミ雑誌他のゼミ雑誌に比べてですねこれはあのー、漫画実習で作っているものですなので、えー、例えばですね、えー、なんか当然のように 漫画なんですけれどもあのこの漫画描いてるのは必ずしも文芸学科の学生というわけではありませんもちろん文芸学科の学生さんもいるんですけれどもあのこれは本当に漫画雑誌っていうものを一冊作るというもの,ものをその過程をこうシミュレートするような形でだからあの文芸学科の学生は企画とかあの ストーリーのプロットね、大枠のところをこうやって、で、実際には、その例えばデザイン学科で文芸学科の授業を取っている人とこうコラボレーションして絵の方をやるとか、まあ、あのー、クラスがね2つあるんですよ、希望者が多いからね。えー、なので、同じ漫画実習っていうやつなんですけれども、こんな感じで年に2冊ぐらい出てたりします。えー、まあ、あのー、こういうい形で こう文芸学科だけではなく他の学科とのこうコラボレーションとかというものがあったり、えー、というのもあります。あとねサークル活動がやっぱりね横の学科のつながりっていうのがあるんだけれども昨今このコロナのせいでなかなか自由にね、えー、できないところではい。えー 地方の方のもいらっしゃると思うんですけど私も北海道から出てきてこの大学に入ったあの人間なので地方出身者なんですが、えー、東京ね都心の方でワムキャンパスで学べる学部となっております。えー、もしかするとあのー、以前のね、えー、所沢校舎っていうものが1、年が行くところがあって3、4年で江古田校舎っていうのが。あのー 頭にまだ情報としてある方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、2019年からですかね、えー、18年からですかね、えー、こちらの方で1年生から4年生まで全員が一つのところで学ぶという形になっております、はいえー、他の学部とかも、ね、こうあるわけですけれどもで、えー、写真学科映画学科美術学科音楽学科、えー、文芸学科、えー、演劇学科、えー、放送学科デザイン学科の8つの、えー まあ8つのアートがあるわけですけれども、そこの中でいろいろな。で、今、これはちょっとデザイン学科のものなんですけれども、オンライン授業とかもね、こんな形でいろいろやられていたり。で、今、僕、Zoom でこんな形でえ皆様にお話をしてますけれども、授業の方もね、こんな感じで。 講義のに関しては、あの、ズームでやっているものも多くあります。ただ、あの、先ほどご説明したように、ゼミとかね、実習とかに関しては、今も、なるべくね、感染対策をね、今、あの後ろの方もね、これ、感染対策じゃないかね、あ <laughs> 失礼。<laughs> えー、いろいろ、あの、密にならないように、あちこちにもう、あの、アクリル板立てましてでですね、えー、 コロナの感染対策もしっかりしてやっております。はい。えー、というわけで次にですね、えー、これもまたあの芸術ってなんか食べられない職業なんじゃないのっていうようなところの不安をこうですね、ちょっと一掃する、<laughs> 一掃するというほどではないかもしれませんが、あの意外と資格が取れるところがあります。えー、まずここに 文芸学科で言いますとあのこの教職課程というのがここにありますね。で、えー、文芸学科のとこは国語、中学生、中学校の国語の教師、えー、高校の国語の教師の、えー、資格、もちろんこれは大学の,あの文芸学科の課程のほかに、えー、教職課程の授業を取らなければならないので、えー、他の 芸術の課程だけ取ってるる方に比べると結構忙しくはなります。大変なところもありますけれども、えー、教職課程で国語の教師の資格、教諭の資格。えー、あとですね、学園員課程というのは、えー、美術館、博物館で働く方のですね。えー、こちらも同じです。あと、司書課程、司書教諭課程。えー、こちらは図書館で働く師書の、えー、資格です、えー。司書課程が、 一般の図書館ですね。司書教諭というのは、えー、先ほどの教職課程と合わせて取ることによって、えー、高校、中学の、ね、図書館ので働くための資格ですね。はいえー、あとまあデザイン学科とかに関してはこう一級建築士とかもあるんですけど文芸に関しては今、教職学芸員司書というような形ですね。 はいえー、で就職家先に関しましてもあの文芸印刷出版関係があの結構目立つところでありますけれども、えー、やはりあの文芸のね広くさまざまなものをこう文章で捉えるというか、えー、どんなところにもあの書類っていうものはあの生きてくるものですので、えー、あるいはあの文章言葉によっていろいろ世の中の分かりづらいものをストーリー 人々にとって分かりやすい流れにしてこう説明するというようなね、えー、そういう能力というのはどこでも求められておりますなので一般の企業とかもね多いですねはい、えー、あとはねフリーつまり作家デビューしてる人とかも結構あのいる感じです 漫画家さんとかも出てますね。えー、こっからいよいよ、あのー、ちょっと説明長くなっちゃいましたけれども、えー、入試の話に入っていこうと思います。はい。えー、で、入試のスケジュールがこちらになります。いくつかの、えー、挑戦の、まあ、パターンというかですね、えー、チャンスが何度かあります。えー、まず一番上の総合型選抜。えー、こちらの方は一芸入試。昔、AO 入試と呼ばれていたものですね。 で、エントリーが、えー、これちょうど1ヶ月後になりますけれども、9月1日から。エントリーシートといって、えー、最初に自分を自己紹介する、自己アピールをする、えー、そういうシートに書いていただいてという、そのエントリーシートの用紙はもう公開されてますので、えー、日本大学芸術学部の日芸の入試のところ、 のね、ところからもうダウンロード可能な形になっております。はい、でエントリーした後に選抜試験日が10月24日これは実際にエコダ校舎こちらの方に来ていただいて文芸学科の場合はちょっと長めの、えー、3200字ですね、えー、それを3時間でという、えー、ちょっと長めの試験時間の間に書いていただく、えー、というのと面接になります。 で豪華発表が十一月二日なのでこれはすごく早くもう進路が決まっ決めることができるという一番早い入試ですね、えー、自分のその場で与えられたテーマにこう。 自分の中でいまいち培ってきたいろいろな創作のパターンとかをうまくパシッと組み合わせてでその場で3200字ぐらい普通の原稿用紙がね400字でまあ800字の原稿用紙を4枚つづった形のねそういうものがその場で与えられてそこに書いていくという形になります。最近スマホだったり キーボーボドだったりで打つこととが多いと思い思ます私もそうです。えー、なので3200字を手で書く、鉛筆消しゴムを使って手で書くっていうのは結構大変というか、あのー、その対策っていうのも実はあのー、しておくのも 重要かなっていう,ような気もすするんですよというのがあのやはりデジタルだとあの書いたり間にあの違う文章を挿入したりっていうのを綺麗に一発でできますけれども紙の場合ね後から思いついた時にそこのとこ全部消してこう書き直さなきゃないですよね、えー、だから結構その一発書きというかあの一発書きを始める手前までに あの問題用紙あのテーマを書いた紙 A4 の紙がその時もらえるんですけどその裏側とかは自由に使っていいのであのプロットの組み立てとかをねちゃんとそこにじっくりやってあの試験の時とかも結構大丈夫のかなっていうその3時間のうちの1時間ぐらい何にも書かないでこういる受験生とかも中にはいるんですよでもそういう人とかはちゃんとなんかねあの組み立てを。 こう考えて三千0百じゃんうとかフローチャートみたいな書いたりとか、<laughs> それであの残りの1時間でバーっと綺麗に全部書いちゃうとかっていうようなそういう方もいますね。だからあの時間配分とあの結構長い文章を手書きで書くっていう、えー、そこら辺の対策みたいなものもちょっと必要になってくるかな。 っていう感じはします、えー、これが総合型選抜本当にあの学校の成績とかあと国語英語のねあの一般選抜では絶対必要になってくる国語英語の学力試験はここでは行いません、えー、つまり本当に、えー、文章力というかねそこら辺のこあとエントリーシートね先ほどのエントリーシートですけれ,ーーすけれども、えー、いろいろなあの書くところがありますほとんどは言ってみれば自己アピール なんですね、あの自分が、あのー、何世日芸に入りたいか日芸に入ったら入って自分のどういうとこを伸ばしたいかとか将来的に日芸に入ることが最終目標じゃなくてその先ですね、えー、自分がこういうような作品を書く作家になりたいとか、あのー、例えば世界中を巡ってこういう、あのー、世界の裏側みたいなものをこう。 明るみに出すような文章をこうジャーナリストティックに書いていきたいとかあのいろんなタイプの文章つまりペンを道具にした職業っていうのがあると思うんですけれども、えー、そういうね え将来までのこう展望みたいなものがきっちり見えているっていうようなところもとかもねえエントリーシートの中にこうアピールしていただければというふうに思います。あとあの中に履歴というかあの今までの創作だったり表現だったりの活動歴みたいなものをあの書いてくださいっていうところがあるんですけれどもえそこのところに関しても こんなことだったら書くまでもないんじゃないかなっていうようなものがあるかもしれません。えー、例えばですけれども、あのー、今小説とかの共有,共有サイトというか、あの例えば書く読むとかなろうとか、あのー 色々ありますよね、えー、ああいうところにこう例えばな何本あの小説をあげてでそれであのビュー数がいくらぐらいだったとかあるいは賞が取れたというわけではないけれどもあの例えば「なんとか」という文学賞にあの出して一次選考で落ちましたとかっていう。 あね、一次選考を通るだけでも実は大変だったりする賞もあるんですよ、中には。だから、賞は取れなきゃダメかなとかっていう風にあの判断しちゃう方もいるかもしれませんけれども、とにかく例えばそういう形で、なんとかにあの応募とかね、えー、例えば一次選考を通ってなくても、えーまあ、例えばですけれども、電撃大賞の,あの小説部門のやつに、あの高校時代、1年生、2年生、3年生、毎回あの応募しました。 ってなるとあれ応募規定がどう考えてもあの300枚ぐらい300枚以上は書かないと原稿用資館さんでですね400字の、えー、受け付けてくれないんですよまずね、えー。ですからあの 面白いか面白くないか、上手か下手かは問わずあの、毎年300枚のものをこの人は書いてるんだっていうのは分かるんです、私たちがね、そのエントリーシートを見ると。えー、なので、あこれ別に自分は賞を取れてないからあの、この活動は書かない方がいいかなとか、遠慮しないでください。あのー、いくらでもこう自分の中でアピールできるポイントがあると思ったら、こう書いてください。えー、であの必ずしも文芸 っていうところに限ってないかもしれない。あの、例えば放送部とかであのずっとアナウンスしてました。とかっていう人もいるんですよね、えー、アナウンスとあの文章書くことはあの一見こう関係ないようで結構あったりっていうこともありますよね。だから、あの要はエントリーシートにいろもうガンガン書いてで、あの面接の時にそこら辺のところをもしかしたらツッコミどころかもしれないけれども、ツッコミどころをあのそこに残すっていうのもまた一つのね。 えー、面接テクニックかもしれないとかいろいろとにかく何でもいいからこうアピールできることがあったら書くのがこの総合型選抜に関してはいいかなというふうに思いますちょっと他とは微妙に毛色が違うっていうようなところがこうありますねあとエントリーシートの,の PDF でダウンロードするシートなんですけれどもその枠に書ききれなくなった場合はあのその紙を コピーしてというか、PDF だからもう一枚印刷すればいいんですけれども、えー、多数枚印刷して、そちらの方に書き足すというのは、あの、許可されてます。OK となってますので、どうしても書ききれないという場合は、枚数を自分で増やして、えー、増やして枠の中に書いてください。えー、なんで枠の中にっていうと、あの、たくさんの先生でそれを読んで審査します。なので、コピーするんですね、こっちに来てから。あまりにも端っこまでガーッと書かれると、毎年そういう人がいて、<laughs> あの、 コピー端っこコピーできないので大変だったりするので、あのまあ、こちらからの都合ではあるんですけれども、枠の中に入っていれば、紙はあのコピーして増やして、そこにどんどん書いていただいて OK というふうに、今年から下の方に注意書きが書いてます、エントリーシートの。あの詳しくは、えー、サイトの方からダウンロードして見てみてください。 はい、えー、こちらが総合型選抜ですね。えー、と次に学校推薦型選抜公募制というのがあります。えー、こちらはですね、標、えー、定平均あの、学校の成績がいい方の、えー、推薦です。ですので、そちらの標定平均が4以上、ちょっと分岐が高いんですけれども、なので、あのー、微妙にハードルが高いところもあるかもしれません。ただ、あのー、これも AO、すいません、えー、総合型選抜と一緒で、 これはあの試験に関しては小論文、作文と面接だけです。国語、英語の、えー、学力試験はありません。標、えー、定平均4以上あれば、もうそれをもって、この人はあのつまり一般学力通常はもう満たされているなというふうに判断できるので、えー、あとは、えー、今度は小論文、作文は1時間の制限時間で800時。まあ 一般の原稿詞が400紙ですからね、あれの倍2枚分というふうに考えていただけると思います。で、その場で2問問題が出るうちの1問を選択して、それについて書くという形になります。それは作文と小論文でどちらかを選んで書くということです。で作文に関して毎年質問が結構あるんですけれども、作文っていうのは何ですかでこちらはあの、つまりはショートストーリー。 えー、短い小説であったり、エッセイであったりというようなものと解釈していただければ大丈夫です。あのー、小学校の時のね。作文とかというと日常に起きたことを合格っていうあの作文が頭に出てくると思います。けれども、も、えー、普通にその800字以内かなりショートショートですけれども、えー、その中でえー、まあ、ちゃんと完結している。 短いストーリーとかを書いていただいたりとかね、えー、そういう形になります。小論文の場合は、これは普通に小論文。お得意な方を選んであの、1時間で800字書いていただくという形になります。はい。えー、これが学校推薦型選抜ですね。えー、そして一般選抜。まあ、この前に、えー、付属高校からいらっしゃってる あの目指している方もいると思いますが、付属の推薦もあるんですけれども、えー、付属に関しては、ちょっとね、あの今、後でまた別に説明する、質問とかがあれば別に説明したいなと思います。えー、で、えー、次がいわゆる一般の選抜ですね、年が明けてからのものになります。ですので、えー、こちら、総型選抜に挑戦して、 ダメだったあるいはあのー、公募制のものに挑戦してダメだったって場合も当然のようにこちらの方に再挑戦はできるという形です。えー、一般選抜に関しては国語英語の試験、えー、学力試験プラス、えー、先ほどの学校推薦型選抜の時と同じように800字以内の,もの、えー、小論文作文を1時間でやるのと面接が加わるという形になります。 で一般選抜に関しても1期と2期があります。えー、この1期の方の丸の丸二というのは学科ごとに分かれているもので、えー、文野学科は二の方なんですけれども2期、えー、1月5日からこのエントリーできて、えー、試験選抜日が3月になってからのものに関しては、えー、この3月8日、9日に全学科1期にやります。えー、ですので、えー、チャンスとしては、えー、つまり1期の 一般選抜、えー、こちらを2月15、16に受けて、2月25日に合格発表、この時残念ながら落ちていたとしても、えー、こちらのエントリー出願期間は3月1日まであります。2月25日の後に3月1日まであります。ですので、えー、もう1回一般選抜にチャレンジするということも可能になります。で、えー、文学科のこの二次試験、国語、英語以外の二次試験ですけれども、えー、この 第2期の方ですね。こちらの方に関しては、えー、先ほどまでは小論文と作文、どちらかを選んで、1つのについて書くでしたけれども、えー、2期に関しては、両方とも書いてもらう。作文の課題と小論文の課題が出て、両方とも2つ書いてもらうという形になります。2期、あの一般選抜の2期だけに関してはですね。 はいえー、そこら辺もちょっと細かいところ変わってますので、えー、入試案内の方で、ね、ちょっと見ていただければというふうに思います、えー、そしてもう一つ一番下の方に一般選抜の N, N 全額統一方式っていうのがこうありますね、えー、これだけが実技試験つまり小論文作文面接とかがいらない、えー、つまり 共通テストありますよね。あの、大学共通テストの日本大学、日本大学版というふうに考えていただければというふうに思います。えー、これ合格すると、あのー、その、細かいことはですね、これ説明してると今日どちらかというと皆さんの質問を受けて答えるっていうことをメインにしたいので、えー、イメージとしては先ほど言った通り統一テストで、えー、で、その中で、こう指定の 科目を選んで、そういうの学力試験だけで、えー、合格が決まるというようなね形になります。こちらの方も、えー、エントリー出願期間とかね、こちらの方はこんな形になっております。はい、えー、というわけで、あのー、入試のスケジュールですね。 あこちらの方はこうなりますけれども、はいえー、とこちらの方は細かいことになるので、いいですね、ちょっとここ。はいえー、スケジュールとしては、あの最初の試験が総合型生物10月24日が試験日あ、もちろん出願はこの左側表の左側にある通りですけど、次の、えー、これ学校の成績が優れている人が、 であればぜひあのやっていただきたい公募制のところですね、これが11月23日、ここまでが年内ですね、あとあの日大の付属高校の方はあの付属の選抜もあります、えー。そして年が明けて2月になってからの一般選抜、2月15、十六十五日のですね、はいえー、そしてこれの2期というものもあって3月8日。 で、えー、N 全学統一方式のものは2月1日というような選抜になっております。はい。えー、というわけで、あのー、まあ、全体説明としては、あのー、このような形になります。で、えー、今日の文学科進学相談に関しましては、あのー、まあ、この後、ちょっと30分話しすぎましたね。えー、皆様からの えー、質問どんな質問ででもいいです、えー、入試に関する質問でも OK ですしこの文、ね、芸学科に入学できたら入学した後の質問どんなあの勉強の携帯なんですかとかそういうようなこととかも含めてあの何でも結構ですのでお気軽に質問を寄せていただければというふうに思います。えー ズームのチャットとかを使ってもいいですし、えー、音声オンにして、今ちょっとあの皆さんミュートにしてますので、あの音声の方うを、ね、オンにしていただいて、質問聞かせていただいても結構ですので、どんなことでも結構ですので、ご質問いただければと思います。 どううでしょうかははい、えーはいエントリーシートの最後に高等学校等の2022年3月卒業見込みのものは2年学年3学期までの評定が記載されていることとありますが、えー、私の高校では3学年1学期までの仮評定がすでに出ています。これは反映されないのでしょうか。えー、とですねこちらのの方はあのー そこまでの標定がすでに出ている場合は、あのー、その調査票が、あのー、一応、総合型選抜の場合でも、調査票自体は、あのー、こちらの方に送られてきまして、で、それを、あのー、こちらの先生方が見ることになります。えー、ですので、その、出願の時点での標定平均、あのー、 この質問された方の高校は結構早めにそこまで出していただける形なんですけど出していただけないところもあるので、えー、そちらの方は参考までに、あのー、こちらの方で、あのー、評価の中で見ていますはいあの総合型選抜ですよねはいで総合型選抜に関してはあのー、先ほどもちょっとご説明したように、えー、あくまでもその学校側のこの調査表 に関しては補助的な形でで見るというものです、えー、他の入試とちょっと違いまして、えー、あくまでもそのゲ術ツ表現に関するその表現力っていうところの一点突破的なところで、えー、見る入試となりますので、えー、まああのそこの 高校の調査票とかに関してですね、えー、なので、えー、今3学年に1学期までの仮評定がすでに出ている場合でも、あのー、そこのところに関してはあのー、その時点のものが私たちのところに送られてくるのでそれはあのー、その状態で、えー、参考にさせていただきますという答えになりますね。はい はいえー、学校の魅力としてエコダ文学があると思うんですが詳しくどのようなものか教えていただけますでしょうか。はいえーっとですね、エコダ文学に関してなんですけれども、えー、1年間に3回出ています、えー、っとど,どちらかの先生にあのエコダ文学 <laughs> ここに持ってきていただけますかね <laughs> すいませんちょっと今ね後ろの方にあるのがですねはいありがとうございます最新号がこここのところに今、えー 届けていただきましたえっ、ー、と、エコダ文学に関してですけど、今、実物がこういう形で、えー、こちらはですね、えー、中の、あのー、原稿に関しては、えー、先生方、そして、えー、今在学している方、卒業生の方、あ,のー、あるいはですね、あのプロの作家の方とかも入られたりすることもあるんですけれども、こちらは実際に今、ここにねこうある通り、えー、全国の書店で、 も扱っていいる文芸雑誌という形になります、えー、今、後ろの方にあるゼミ雑誌っていうのは基本的には無料で、えー、学内でイベントの時などあるいは普段からここ、後ろの方にずらーっとこう並んでますけれども、えー、向こうの方もそうなんですけれども。 まあ最近コロナでなかなか自由に大学の中にあの一般の方が入れない形にはなってますがあの普段から無料で配布している形になりますがこちらは市販の雑誌です。ですのであの文学科の学生さんの中でもこうここの中にね載せてやる気がある方あのぜひ世の中にあの自分の原稿を出したいっていうようなあのそういう方の,あの投稿をいつもお待ちしているあのものですので、えー まあだから文芸学科の中でいろいろとこうゼミ雑誌のような印刷出版に関するシミュレーションっていうものがこうありますけれどもえそれが実際にこう世の中とつながっているというかねえ商業出版のそこの方とつながっているというのでえ毎年この「エコダ文学賞」という賞があるんですけど今年から高校生部門というものも、えー 設立しましてえー、高校生部門は高校生部門で別にあの賞を出すことになりましたので、高校生の皆さんもぜひね、えー、挑戦していただければと思います。あとでどなたか先生、あのー、チャットの方に、あのー、エコダ文学の高校生部門のあのー、紹介の url を貼っていただければ。 すすいいまませんお願いします、はいえー、とエントリーシートは手書きでなくてもよいでしょうか、あのー。基本的にはエントリーシート手書きなんですけれども、あのー、ものを、あのー、印刷したもの、あるいは他に書いたもの、あのイラスト的なものとかですね、そういうものをあの切り貼りしている方もいます。えー、それはあのー、OK ですので、えー、ただ基本的にはエントリーシート手書きですね。 はいえー、そして、えー、総合型選抜の時に自分の持っている本を持っていくというのは可能でしょうかあこれ参考図書としてですか、あのー、基本的には資料室と会場にあるものを、あのー、使ってくださいということになっています、えー。なので持ち込みの本に関しては基本的にはちょっとご遠慮いただいているという感じです。 面接の時にアピールするために持ってきていいでしょうかっていう質問ではな質問でしょうかねもしかしたらあの相場合とかは大丈夫ですよあのもしあの自分が今までこう出してきた同人誌だったりあのただ中まではあの相場でね読むことはできませんけれどもこういう本を作りましたとか高校時代の文芸部の文芸誌とかあのそれをあの 面接の時にあに参考としてあの見せるというか、そういうような形であの持ってくるっていうそういう意味でしょうかね、これねあの、もしそういうのだったら、それに関しては OK です。ただ、中身まではその場ではあの確認することができないので、えー、そこまでは評価の中にはなかなか入れられないという形ですね。はい、はい えー、あと作文はジャンルを問わないのでしょうかというところで、えー、とジャンルですけども例えば何でしょうかねあのミステリーだったり恋愛小説だったり SF だったり、えー、あるいは普通の純文学だったりっていうそういうようなジャンルということであればこれは問いません、えー、どのようなジャンルでも大丈夫です えっと、エントリーシート4枚目の自由作文なのですが、えっ、ー、と、この作文も枚数を、あ、ごめんなさい。<laughs> えっとね、エントリーシート4枚目にある自由作文は、これは400字です。あのー、縦書きでも、あの、指定にある通り、縦書きでも横書きでもどう使ってもいいんですけれども、えー、この4枚目にある、あの、自由作文の、そこに関しては400字っていう枠の中でというふうで考えておりますので、すいませんが、これに関しては、あのー、 400字あの、マス目がありますよね、あのエントリーシートの最後の、あれはあのマス目の中でという形でお願いいたします。はい、えーとはい、付属、はい付属高校のね、あじゃあ、付属についてもちょっとお話しした方が良いですね。あのエコ田文学省の高校生部門は今、あの URL 待、待ってますね。 はいえー、っとですねちょっとお待ちくださいねちょっとじゃああの付属についてを お待ちくださいね、えーっとはいねは、えー、今ちょっと質問が DM の方で多かったようなので付属についてもあの解説させていただきますちょっと最初の方は同じなので飛ばしていきますねはいえー 日本大学の付属高校かの付属選抜についてちょっと今説明させていただきます、えー、基礎学力選抜と付属特別選抜というものあのこちら日程的には一緒ですけれども付、えー、属高校の中でのあのー、セレクションがちょっと違うというやつですねこちらに関しては付属高校在学の皆様方についてはもうあのかなり詳しくあのー 知っておられることだと思いますので、えー、枠としてはこのような形になっています、えー、学部で112名がというような形になっていますが、えー、ちょっとこちらの方付属案内のこの資料の方で、えー、ちょっと枠ですねはい、えー、基礎学力選抜の方が文言学科は20名、えー、付属特別選抜の方は2名というような形の枠となっております はいでえーまあ、ここら辺はあのー、文芸表現というものをあの常に目指している方、あるいは文芸表現分野にとって顕著な成果を上げているもの、つまりもうあのいろんな賞とかで賞を取っているとかね、ねすでにデビューしているとか、まああの、いろいろとあるかと思うんですけれども、はい、ちょっとこっち側の方に戻りますね。ははいいでですね、はい あのー、まあこれ全学科のやつになっているのでちょっとあのあれなんですけれどもはいえっ、ー、とここでですねちょっと付属の入試の方が気になっているところが総合型選抜の方と併願できるのか っていいうとところだと思いますで総合型選抜、先ほども、あのー、選抜日が10月24日で、えー、付属の方は11月23日で、えー、留学手続期間っていうものが、ここにちょっと赤字で、あのー、示させていただいてるんですけれども、えー、この場合総合型選抜と付属の方を両方とも出願をして、もちろん OK です。えー、それでで、えー、総合型選抜の方で 合格しちゃった、しちゃったというか、めだく合格した、その場合、えー、付属の方は受けなくていいのか、これ、ダメなんですね、付属の方も受けていただかなければならないという形になります。で、あのー、ただし、あのー、ここで入学手続期,期間というのがありますね。で、付属の方が11月23日に試験をして、で合格発表が12月1日になります。 で、えー、12月1日から総合型選抜の入学手続きをする期間があと2日間だけ一応余裕があります。えー、ですので、こちら、の総合型選抜で受かって一番最初に決まりますよね。そしたら入学手続きはしておかなきゃならないのかっていうところが心配になるところだと思います。えー、ここに入学手続きをしちゃったら返金があるのかないのかとかいろいろ心配なことがありますよね。で、えー、ですのでこのこ 付属高校の方の試験結果が出るまで、あの、総合型選抜の方で合格が出ても入学手続きはしなくて、まだ待っている余裕がここあるということです。えー、ですので、総型選抜、まずは、こう、総合型選抜の方でもし受かった場合、えー、ただ、あの、付属の方でも推薦を受けているっていう場合は、そちらも受けなければならないので、えー、こういうような形で。で、あのー、 両方とも合格したという場合なんですけれども、この場合は、あの日大の付属高校の方に関しては、付属の方が今優先されるという形で、総合型選抜の方を辞退して、付属の方で合格という形になります。えー、ですので、スケジュール的にここちょっとタイトで、いろいろ申し訳ないというところもあるんですけれども、えー、まあ少なくともあの先に、 入学手続きをしなければならないかっていうとそうではなくて、えー、一応付属の方の合格を待った形でこうできるというような形になっております、はいえー、ですので今私が説明したところがこの図なんですけれどもどちらも合格した場合は損型選抜の方は辞退という形で、えー、付属高校の方で合格というような形となります。 はいえー、ちょっとね、多分付属の方のあの入試に関しては、ここら辺の他の入試との兼ね合いっていうところが、一番気になるところなのではないかと思って、説明させていただきました。でえー、内容に関しましてはあの、やはり小論文、作文、1時間で800字。 と面接のこのこつが試験内容となります、えー、試験内容に関して、えー、他の一般選抜や、えー、公募制と違うところは特にありません、えー、問題の形式とかに関してもあの1時間800時で、えー、特に付属であるからあの何か特別なあの問題の こうスタイルがあるかというとそういうわけではないので、えー、それに関してはあのーまあ、過去問とかも、あのー、こちらの入試案内の方に簡単なものですけれどもありますので昨年度のやつになりますけどね <laughs> 失礼、あのー、そういうような形になりますはい、えー、付属に関する補足説明はこのぐらいですかねちょっと今私今チャットの方見られてなかったので えっ、ー、と質問の続きは、はい、試験に持ってこられる辞書は1冊まででしょうかこちらは、えー、っと小野先生これどうでしたっけ1冊あの試験に総合選抜の話だと思うんですけれども試験に持ってこられる辞書の冊数って制限ありましたか えっと、あすすません、えっと、入試担当の小野です、えっと、1冊という制限は、えっと、厳密に設けておりませんので2冊以上も可能です。例えば国語辞書と漢字辞書で2冊とか、えー、可能になっています。はい、はい えっと、この場合、自分の書いたメモも持ち込み可能でしょうかというのもあるんですけど、これちょっと想定しなかったと思うんですが、これなしです、ね、そうですすそうねあの、はい、基本的にあの例えば下書きの用紙とかを持ち込んで使うということはできないので、どこからどこが下書きでどこまでがメモかっていうのをちょっと判断することは難しいので、基本的にそのなんか別の紙にメモとかは書いたものを持ち込むのはあのちょっと難しいというか、できないことになってます。でまあ、一応それに合わせて例年質問 ter no ar えとか、辞書とか、えー、辞典に、え、書き込みが、あの、日常的に勉強で使っている辞書とか辞典なので、あの、書き込みとかがちょっとあるものは大丈夫でしょうかっていうものですけど、まあ、そういうぐらいのメモという意味であれば大丈夫です。つまり、日常的な勉強の過程で、その辞書は辞典に書き込んだ、あの、メモがついているものっていうのはいいんですけども、いわゆる今回のその作文や創作のための何か下書きやプロットを事前に書いてきているものを持ち込んだり、辞書は辞典の中にもうたくさんそれを埋め込んだ状態で持ってくるというのはちょっと ご遠慮いただくという形になっています。はい、あ小野先生、ありがとうございました。という形です。よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、先ほどのところですね。はい、えー、卒業後の進路はやはりその学科に関連したものになるでしょうか。例えば、演劇学科に入ると演劇で働く。えっ、ー、と、これに関しては、あの、特に文芸学科の場合は、一般の。 一般職とかもかなりを一般企業にそあの就職されてる方も結構多くあとあの、まあ、例えば演劇学科とかですとねこう先輩卒業生からの,あのパイプというかあのそういうところも結構多かったりあの文芸でもあのライター意外とその文章を書ける人 っててていいうのを求められていて特に最近 Web 関係のものとかも多いので、えー、すでにこう出版社に入っている方からこういうのに関して書ける学生いないかどうかっていうのを先生のところに直接来たりっていうこととかもありますね。えー、まあなのでこうそののでそそ学学科その学科に関連したもの につく方も中にはあのこのコアなその演劇業界で働きたいとか、例えば放送だとね、テレビ局とかっていう、そういう流れ、結びつきっていうものは確かに各学科であの特色的なものがありますけれども、ほとんどの、かなり大多数の方は一般企業に就職するというような流れの方が多いかなという印象があります、実際にあの卒業生の就職先とかを見ていてですね。はい はいえー、最近、夢が見つかってエントリーシートの自分をアピールするところに何も書くことがない、あのつまり最近になって文芸に目覚めたという場合、今まで文芸的な活動が何もないという場合ですねあの、その場合でも大丈夫です。あのー、エントリーシートの,あの自,己アピー自己アピール欄の方で、むしろその、もしかしたらこう、あのー、どっちかというと履歴の方ですね、今でも活動歴の方に書くことがない。 そういう。 ニュアンスのこの質問だと思うんですけれどももし最近になって文芸を目指し出したから今までの活動歴がないんだっていう方の場合はむしろその日芸に入りたいっていう理由とかあの自己アピールの方であのその最近になってどういうふうに目覚めたのか最近になってねえで目覚めた原因になったものは何か例えばある作品にすごい衝撃を受けたとかねえそういうところをガッとアピールしていただければと思います。だから 自分にその文芸を目指す歴史がないっていう場合、歴史を書くと、履歴を書くところはないけれども、そういうところでアピールをしていただければっていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、DTP 演習の授業を希望すれば全員受けることが。はい。えっ、ー、と、こちらなんですけれども、あのー、実際、今もしかして DTP 室に誰か人いますかねいないか、さすがに <laughs>。あの、DTP 実習室の、 パソコンの台数が、あ今ですね、たぶん高野先生が言ってるので、今、高野先生、声を出していただけると、たぶんそっち側にピンが。これで行きますかね。<laughs> 行ってますか、今画面。Okay、です。す。ありがとうございます、えー、今、えー、お見えになっている教室の方が、DTP 演習実際に行っている DTP 室と呼ばれる場所なんですけれども、<laughs> えー、ご覧いただいてます通り、えー、機材の台数が設置台数が限られておりまして、えーまあ、基本的にはあのこの台数が1クラスの。 上限とととななっっててててしししまままいいいすすのののので、えー、どううもも希望者方の場合は抽選がが毎年発生しているのがえ現状となっておりますただあの毎年1クラスだけ開校というわけではなくて複数クラスが開校されていまして、えー、なるべくその1年生のうちから希望者の方取れるようにということでえやっておりますので決してあのチャンスが絶対ないというわけではありませんので、えー、そちらについてはえそのような形でご了承いただければと思います。 高野先生ありがとうございました、えー、DTP 自治ねあの今の高野先生私青木もやってるんですけれども、えーまあ、先ほどのね、えー、クラス DTP 室のところでやっていてどうしても機材が、えー、限られているので大体1クラス25人ぐらいでやっているんですがあの1年生から4年生までの,あのどこででもあの受講はできるようになっているのであの実質的には結構ねチャンスは あるで、えー、2年生以降の方特に4年生とかはもう来年卒業しちゃってチャンスがないので、えー、高学年の人ほどあの時、ー、効の あの優先あの、自己登録の優先がかかります。えー、ですので、もしかするとこう希望する時間によっては1年生の方が1年児の時にはちょっと受けられないっていうこともあるかもしれないということだけはちょっとね、申し添えて、ー、おこうかなというふうに思います。はい、えー、ただねああのの DTP 多分、あのー ご興味ある方多いと思うんですが、この後ろにあるゼミ雑誌とか、そういうののね、こう編集とかにもあのかなり活かして、活かせる技能ですので、まあ、ぜひあの受講していただければというふうに思います。 はいえー、授業について授業形態と課題はどのようなものですか、コロナ禍の変更点でも。はいえーっとですね、授業に関して、授業形態と課題はあの昔ですと、コロナ禍になる前ですとあのペーパーテストのものっていうのもあったんですけれども最近はあの特に大人数の講義ものっていうのがみんなオンラインになりつつありまして、えー、Google クラスルームっていう Google が提供している、えー、クラスルームバーチャルクラスルーム的なものですけれどもまあどちらかというとそこはね普通にタイムラインにいろいろ課題とかあのそういうものとかが載っていく感じではあるんですが、えー、そちらの方で。 あの課題が提出されているかとかあるいはあのテストに関してこうオンラインでやるテストの場合 Google フォームみたいなものを使ってこう選択肢問題とかをある時間内にやるとかっていうそういうものもあります。でも基本的ににはこうコロナ禍においてこののオンンラインの場合 通信環境があのー、たまたまその時に悪くなったとかっていうこともあるので、そのリアルタイムのオンラインテストっていうものでやっている授業はかなり少ないです。えー、ですのでどちらかというと、その課題が提示されて、その課題についてのレポートなどを出して、それによって評価されるっていうもの がが多いいかなというああの印象がありますます、あ、大学本当にいろんな授業があって、えー、まあ、今こういうものの話をしましたけれども実習とかであればあの実際の制作物とかというものもあったり、えー、それぞれ、えー、授業によっていろいろ変わってきますので、えー、もしご興味がある方はあのシラバス検索ちょっとこのシラバス検索があのなかなかあこう 一覧からではなく検索してその年度の例えば文,芸学,科文芸学科の科目を出してという形で、うん、在学生でないとなかなか使いづらいものではにはなってるんですけどシラバスの方などにも、えー、それぞれの授業がどういう評価形式を持ってるかっていうことは公開はされております。はいえー えと自由作文の400字、これはあの総型選抜のエントリーシートの話ですね。自由作文の400字でとは400字以内という意味でしょうか、それとも400字ぴったりという意味でしょうか、これ400字以内というふうに、えー、解釈していただいていいです。なるべく400字のね、あのいっぱい埋まっている方がいいかと思うんですけれども、あの自由作文の例として、例えばなんですけれども、えー、小説とかじゃなくて詩とか俳句とか、あのそういう方で、 自分の作品をアピールしたいといいとう方もいますそういう場合、あの400字のマス目になってるやつに1行ずつ開けて短歌、俳句みたいなね、あのものをこう書いて来られる方もいます。そういう形でも大丈夫です。あの400字をのマス目を一つのフィールドと思って自分の考えるね、えー、ジャンルの中でこう、 表現していただければ大丈夫ですだから400字ぴったり埋めなきゃないっていうそういう考えではなくあの400字をうまくね自分のこう創作のスタイルみたいなものに合わせて活かしてくれればあの最後のエントリーシート最後の400字は大丈夫です。はい。えー、っともう一つ。 えと日芸を第一に合格すればもちろん入学させていただきたく思いますが、弊願可能学校を受けることは可能でしょうかあのそうです、ね、可能では、だめとは言えないんですよ、あのこちらとしてはあの。基本的に総合型選抜は受かったらあの、まあ、手続きしていただく。 っていう、あの、先ほどちょっと話をした、あの、付属高校のああいうのは、とは別なんですけど、普通に、あの、一般で、総合型選抜を受けられる場合は、あの、基本的には、あの、受かったら、あの、日芸に入ってくださいというような、そういう形でなっています。あの、ただ、あの、これ、公式には言っちゃいけないのかもしれないけれども、強制力があるわけでは、法的な強制力があるわけではないので、えー、当然、あの平岸、平願、 こうあの日程が違う他の総合型選抜をとかですね、それを受けるのまでダメということは言えませんので、あのそこら辺はあはそういう解釈の幅であの受け取っていただければというふうに思います。はい えー、エントリーシート提出時もしくは試験当日の物資とはまた別で今まで書いた短編小説などをプリントアウトし、同封持参することはルール違反でしょうかあのー 持ってきていただくことは可能なんですけど、先ほどもあの申し上げた通り、あの面接時間ですねあの、その10分もないんですけれどもあの、その時間内で評価するので、例えばあのこういうものを作りましたっていうのをアピールで見せていただくのは大丈夫なんですけれども、あの中身まではあの後から読んでそれも加味するっていうことはしません。あの 面接は面接時間、例えば、あのー、7分間だったら7分間、ちょっと分数に関しては今まだあの確定してないんですけれども、例えば7分間だとしますと、えー、その7分間の間に、その部屋の中でアピールされたもの、見せられたもの。 っていうのに関して評価するのは、そこで渡されたものを後から読んで、それでその評価に加えるということはありませんので、えー、なので、例えば今、ちょっと DM の質問の方にありました、その物資とかそういうとは別に自分の作品をプリントアウトしたものをお渡しすることはできますかあの渡すことはできても、それが評価には多分ならないと思います。あ、こんだけ書いたのかっていう、その場であの印象を、ね、受けることはできるかもしれませんけど、内容までは踏み込めないというふうに解釈していただければ。 と思いますはい、えー、はい、えー、広告とか映像制作などにも興味があるのですが、ゼミや講義などで勉強できますか、その方向の就職についても教えてくださいということで、あのー、広告系のゼミもありますね。あのー、まあ うちの3年生以降あの3年生のゼミと4年生のゼミは連続して、えー、2年間同じ先生同じメンバーで卒業制作あるいは卒業論文までを作るんですけれどもあのちなみにゼミ雑誌っていうのは1年生2年生3年生のゼミで制作します。4年生はそれぞれぞが卒卒業業制作卒業論文に向けてこう パワーを集中させますので、えー、1、2、3年生のゼミ雑誌が、ね、制作されて、4年生はなんですけれども、その広告とか映像制作などにも興味があるのですが、というところで、えー、と例えばですね、あのもう実際元気バリバリの編集者でもあります、高橋光二先生とかのゼミですと、昔、マックパワーとかのねあのマック関係の雑誌の編集長とかもされてた方です、まだ若い方ですけれども。あのうん その先生のゼミですと、以前、あの iPhone のアプリ、ゼミ雑誌を iPhone のアプリの形でこう作るとかっていうようなこともされてたことはあります。そして、あのもちろん広告とかに関して、卒業制作。 にあの制作と、あのーまあ、広告の場合は大体論文という形で提出していただいてでその論文の実証としてあの副制作という形で実際に広告とかのね、えー、ポスターだったりチラシだったりの実物みたいなものを。 をあのまあマックとかで作ってねこう添付してという形の卒業論文という形で出るかと思います。えー、ですのであの広告とかに関してはその広告系のゼミありますのでそういう形であのラスト2年間ね4年間のうちのラスト2年間がっつりやっていくっていうこともね多分できるかと思います。えー、ですのでその方向でまあ高橋ゼミのあの卒業生とか結構あの加川系のねあの メディアワークスとか、あ,あっちの方とかあの、就職してる人もいますし、あの結構ありますよ、はいあの。ちなみに今ね、文学科出身であの、バリバリ新作を出して、ぬかがみお先生、作家のぬかがみ代先生いますよね。額がみお先生も最初、広告系の,あの <laughs> ところに就職されてますから、今専業作家になりましたけど <laughs>、はい、そういう道もあるかと思います。字、はいえー、の 総合型選抜のですね三千二百字の作文はどのような点を評価の対象としていますかえっとですね、まずですね、えー、ちゃんと三千二百というその分量をあの生かしきっているかっていうところもかなり評価に入ります。だから、三千二百字のその総合型選抜の原稿用紙は800字詰めのものが4枚こう束になってあの閉じられているものなんですけれども、えー、その4枚目に行ってない。 3枚目の途中ぐらいで終わってるっていう場合、その3200っていう幅、私服、それを生かしきれてないっていうことで、ちょっと減点されます、まず。あのー、3200っていう長さを元にこうやってるのであ、短くても面白けばいいんだっていうわけではないんですよ、これに関しては。だから、3200、つまり800字詰めの原稿用紙の,あの最後の4枚目。 あの、全部ぴったり埋める必要はないですけれども、少なくともその4枚目まで突入しているというか、そんぐらいの量はあるっていう、そこら辺をまず、まずそこちょっとあの評価ポイントになります。まずはね。えー、で、その上で、今は形式的な話なんですけれども、あとは、あのー、もちろん、 構成力というか3200となるとちょっと長くなりますのでちゃんとした構成つまり、えー、まあ必ずしも起承点結がある話がいいかっていうとこれもまた。 ちょっと評価が分かるところではあるんですけれどもあるちゃんとした意図を持ってその3200字という流れの中でこう構成、えーまあ、今仮に起承転結としましょうかあのまず発端がありあのそれを受け継いであのまた新たなキャラクターが出てきたりとかあのそういう形ででそこであの思わぬことがこう起きる点ですね、えー、でその点によってどうなるのか最後 っていいううとところをというその例えば流れが構成あの全体構成ですねそれがちゃんとあってそれがあの効果的に働いているかとかあるいはあの今ちょっと小説の話をしてますけれども、えー、その人物が例えば会話あの、うん セリフですねセリフとかだけでこう進むタイプの話もありますけれどもその場合ただただあの場面を動かしていくためだけにそのあんまり意味のない。 あのやり取り会話みたいなものがダーっと続いてるだけ3200字を何とか埋めようとしてそれをやってるとかってなるとうーんという感じはちょっとしてきますよね。ですのでこの結構この AO すいません AO は昔です。今総合新選抜という名前です。総合新選抜のその3200字のに関してはえそういう形でまず形式的なところで。 えー、ちゃんとその長さを使えてるかっていうことと、えー、もちろんその構成を含めた内容ですね、えー、その中でちゃんと人に読ませる文章になっているか。 人に読んで興味を抱かせる文章になっているかっていうようなこととか、あのー、そういうところを見ます。であと論文に関しては3,200字ともなると結構分量があります。だから、えー、3,200字下手をすると今ね実際に入学して、あのー、勉強している日芸文芸学科のみんなでも3,200字の、あのー、論,論を本当3時間とかで書けって言われたら。あのー できない人も多いんじゃないかなと思うんですよ。三千二百字を論として書く場合には、あのまずやはり前提として序論、あのどういう問題について今この論文は書こうとしているのか。 っていうその問題提起っていうものをまずちょっと人の興味を引く形で魅力的にしなければならないですよね。で、えー、それをただ引き継いでローンを展開していくだけだと3200だとちょっと厳しいと思うので、えー、まずはそれに対する反証。 もしかしたらこういうふうに言われているけれども、実はこういう面、側面から検証したときに、最初の前提としてのこれは崩れちゃうんじゃないかっていうような、それに対する反証みたいなものを、ちゃんとそちら側も検討する形で論を進めていった上で、えー、じゃあその反証をあの反論できるかというか、ね、あの、 その可能反論があの指摘しているところをクリアできるあの方法があるのかっていうようなところとかあの、まあ、論文の書き方っていろんな方法があるかと思うんですけれども小説における気象点結と同じようにそのまず前提があって でえー、その序論に関してさまざまな形で検証がなされでそれがあの実際にやはりそういう傾向はあるであろうとかあの論理的にこれはあの確かにこういう現象というものの背景にこういうあの原因があるであろうみたいなことがあった上でじゃあその発展として、えー、その論を普遍した時に あのこれから先の例えばあのミステリー小説の,あの形式というのはあのこういう展開もこの論の上で考えられるのではないかとかいろいろ展開3200字もあるとできますよね、えー、ですのでそういうようなところをあのしっかり読んであの評価いたしますのでえもうすべてぶつけてくださいあの表現力だったり思考力だったりっていうもの。 はいえー、でエントリーシートでアドビスキルについて書くのは有効でしょうか、あのー、ただ、例えば、あのー、視覚的な形であのフォトショップ検定とかイラストレーターインデザイン検定とかそういうのももちろん、あのー、特技の中で書いていただいたりしても OK です。あのー、このの総合型選抜においてだからそのスキルが 例えばありますよねあのそのスキルを自分はどういうふうに生かしたいかっていうところを自分の中で羅列するんじゃなくてねスキルとか資格とかをねそれをどういう形で自分が将来の自分の創作だったり表現とかに生かせ生かしたいのか生かしたいから自分は Adobe のこのスキルあの検定とかのスキル取ったぞっていうそういうね物語にしてください物語っていうかストーリーっていうかあのその方が絶対効きますあの <laughs> えっとね、定型校推薦、今のところ定型校の推薦というのは特にやっていないので、安分医学科に関しては、あのないですあの。付属とだけですね、今のところはね。はい。えー、っと、電子辞書を持ち込み。 あすいません、小戸先生、もう一回すいません、電子辞書の持ち込みなしでしたよね、これは、どうでしたっけはい、あの電子辞書の持ち込みはできません。あの募集要項などでも紙の辞書にあの限定、あ、電子辞書の持ち込みはできませんと書いていますので、紙媒体限定となります。ご了承ください。はい、ありがとうございます。えー、はいえー、っと、あ、もう書かれてましたね、すいません、すごい前に。<laughs> やっぱりユーチューバーの人すごいですね。一人で回すってできないですよ。スパチャであの赤くなってたりしないと。<laughs> はい、あの、すみませんね。えー、っと、ここら辺、もう小野先生答えられてましたね。ごめんなさい。えー、単位についてどっか、ここはか、あの、えー、っと、まあ全然時間オーバーしてもあ、青木は全然いけますので大丈夫ですが、ちょっとどこら辺から答えてなかったかな。 あ単位についての質問ですね。はい。単位について、例えば卒業に必要な単位が14単位以上の芸術教養科目の場合、複数ある科目の中は好きな科目をいく,いくつ選んでもいいのでしょうかあの。こちら大丈夫です。例えば芸術教養科目という、あのまあ、 それとあの文芸であれば文芸学科の専門科目っていうものを全部合わせて124単位という形になるんですけれども、えー、その中で例えば文芸学科の場合、えー、1年生から4年生までのゼミ 卒業作品論文ですね。えー、そのゼミは 1, 1つ4単位、えー卒業制作、卒業作品論文は8単位っていう、その 4×4 たす8のそれがあの完全な必修、それは絶対取らなきゃならないというもので、それ以外のものに関しては、それぞれの単位数を埋めるものであれば、 大丈夫です、えー、必ずこの順番で取らなければならないというそういうルールは文芸学科の過程に関してはないですあの他の学科デザイン学科とか映画学科とかだと必ずこの実習を取った上でないと次のこれは取れないっていうのがあるんですけれども文芸学科でその段階がきっちり決まっているのは1年生の時に文芸研究1という正式名が付いているゼミナール。 1>, 1年生ゼミを取ってないと2年生ゼミ3年生4年生っていけないんですけれども、えー、と特殊例として1年生の時に1ゼミを落としちゃったという場合並行してその次の年に2年生のゼミと1年生のゼミを1年生のうちに並行して同時進行で取ることは可能です。 えー、というような、あの、文芸学科に関しては、そのゼミの実習だけが、あの、必修として、ちょっと縛りがあるだけで、他のものに関しては、芸術教養科目を含めて、あの、自由に自分が好きな、興味を持てるものを取っていくというので大丈夫です。あの、語学とかね、英語、 英語に限らずあのいくつかのものが選べるんですけど語学とかに関してはあのそれぞれの語学でこれをまず取ってこれをというような順番はありますけれども、えー、他の語学とか以外の芸術教育科目に関しては大丈夫ですね。はい、えー 管検や英検や数検ビュース剣というの,の,の資格は試験の評価の対象になるんですが、もし評価になるんですが、こちらは、あの総型選抜、あるいは他のものに関しても、そのそうですね、総型選抜だけはあの先にエントリーシートがあるんですけれども、他の試験、えー、一般選抜、あと、えー、公募制の 学校推薦のものももですけれどもそちらに関してはあの当日に面接表というのを書きます、えー、当日の時にねでそこのところであの自分の特技とかそういうようなところでこう書いていただくその資格これ,これこれの資格を書い取っているっていうところとかをあのアピールポイントとして書いていただければと思いますがあのどれくらいの重きが置かれているかっていうのはあのそれほど あの重くはないというふうに名言はこうちょっとできないんですけれども、あのー、いろいろな、あのー、英検とか関検とか、あのー、そういうのに関して、えー、資格をちゃんと取ることに関して意欲的だなっていうところの、あのー、意欲とかそういうようなものに関してはこう面接の時に加味するところはありますけれども、えー、必ずしもそれがあのー すごい比重を持って評価されるというふうには考えていただかない方がいいかなというふうに思います。はい。ええー、あとですけれども、うんん。はい、あ、小野先生、ありがとうございます。併願に関することの答えですね。はい、あ、試験日にコロナに罹患してしまっている場合の救済措置などはありますでしょうか。あのー、これに関してですけれども、あのー。 一般選抜の場合は、あの、1期から2期の方に、あの、そのまま、あの、スライドできるという、スライドして受験できるというのがあるんですけれども、あの、他のもの、例えば、総合型選抜などに関しては、受験料の変換という形になってしまいます。あの、ですので、あの、試験日にコロナに罹患して、こう、 入試,入試できなかったっていう場合にその方々のためだけに別日が設けられるということはあの総合型選抜などではありませんのであのご注意いただければというふうに思います、えー、そ,そちらに関しては先ほど申し上げたとおり受験料返還という手続きになってしまいます一時あ、えー、総合型選抜とかではない一般選抜に関しては1期の場合は 2期の方にあのそのままスライド振り替えっていうことができるんですけれどもあの一般選抜の場合でもあの2期あの最後の3月の受験ですねその場合はやはり次の受験というものがもうないので、えー、その場合も受験料の返還という、えー、手続きというか。あの まあ、あの救済措置という形ではなく受験料は全額をお返ししますという形になります、はいえー、現在、2年次編入を考えても今年の試験は小論文と面接でしょうか2年次編入、他学部あの他の大学からの編入ですけれども、えー、試験内容に関しては小論,文と面小論文または作文と面接というのは変わりありません。 はいえー、と過去問に関してはすみません、こちらに関してはあの非公開という形でただあの、1時間で800時という他と他の試験と同じになりまして特にこれ、えー、編入試験の場合だけあの特に内容が問われることが違うということはありませんので、えー、他の一般選抜とかの過去問とかに出ているものと類似のものである。 そういうふうに解釈していただければあの、すいません、過去問自体の公開はちょっとしてないです、編入に関しては。はい、えー。というわけで、他に取りこぼしてるものとかありますかね、他の先生とかにダイレクトメッセージとかで言っているものとかがもしあれば、一応、あのこんな感じですけれども、今、どうしても、今、今聞いておきたいというようなものとか。あの ありまししたらはいどうでしょうでょかねえっとこの後でもうあの一応、今一番多分チャットの最後の方にえ質問フォームえーこちら、入試の,あの案内のページの方にもう多分掲げてある。 あのもの,今日の,あのこの告知のやつですね、日芸全体のホームページの入試のところに,あのところにもありますけれども、えー、こちらの方の Google フォームの方で、いつでもあの引き続き質問は受けておりますので、もしあの今、今日ののこの説明を聞いて、あそういえばあれはどうなってるんだろうとか。 っていうのを、あのー、このあとでね、ふと思いついたものとかは、そちらの方の Google ホームの方で、えー、していただければというふうに思います。はい。いかがでしょうか、まあ、こんな感じで。はい。大丈夫かなあ,あ、はい、どうぞ。あのちょっとあの質問というか、今、あの、 あ総合選抜を希、はいえっと、望してるんですけど、その9月1日から3日にそのエントリーシートを提出じゃないですかはい。はい、その時にその今ちょっとこうオリンピックとかの交通規制で、はい、もし最悪と3日に届かなかった場合ってどうしたらいいのかなああのもし消印とかそういうような形で、えー 送り出した日がちゃんとそこに記録があるようでしたらあのその後の遅配というか遅れたものに関しては入試係の方で配慮いたしますので、えー、そちらの方はあの一般的な形で、えー、この日には必ず必着するであろうという方法をとって、えー、出していただければつまりあの例えば着日が分かる、えー そうですねレター、まあ、最低でもレターパックとかですかね、えー、そういうようなものを出していただければこちらの方で配慮いたしますのでよろしくお願いいたします。青木先生すいませんはい あの一応、走行型選抜の簡易書き留めに限るとなってます、ね、あなるほど<易>分かりました簡易書き留め郵便で、はい、お願いします。ごごめんありがとうございます、ほ、はい、ですので、簡易書き留めがどれぐらいで届くかは、あの郵便局のウェブサイトであの一般的な配達日数確認できると思いますので、まあ、その日数以上の,あの余裕を持って発送していただいて、でそれでも万が一、まあ、ほとんどのことでありえないと思いますけれども、郵便局のその手違い、えー、とか、オリンピックの超特殊事情で、支配が発生したというときのは 受験者の皆様にあの一切このなんですか、えーまあ、要は過失がない場合でしたら、何らかの措置があると思いますので、そこはご安心いただければと思いますということで、といす,すみません、割り込みすみませんでした。あい,えいえいえ、小野先生、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。他今ちょっと聞いておかねばというものがありましたら、まあ、大丈夫ですよ。 はいこなんゃな感じですね、うん、えー、今ちょっと文芸ラウンジなんですけれどもこうやって入って。 えー、こちらがね、文明科の資料室になっております。あのまあ、図書館的なものなんですけれども、あのまあ、こんな感じでね、あの本についたあの除菌する除菌ボックスとか,とか,とかも、最近はねあの、こういう状況も合わせてありまして、まあ、こちらの方あの新刊とか、あとは、あの 先生方のね、著書とかもあり、えー、結構ね、あのー、いわゆる真面目、真面目、漫画が真面目じゃないとは言わないけれども、コミック系もね、あのー、結構揃っております。で、えー、こっちが文学科の卒業生の活躍的な形で、えー、まあねあねの皆さんだとあまり宗洋子さんだと昔の人かな。あのー 全然あミュージシャンだけどラブリーサマーちゃんとか最近あとはあのー、タイバニーの脚本とか書いてる吉田恵梨香さんとかもね文芸アンカーまあ他にもいろいろあの最近コミックアあのウェブ漫画とかで妻は小学生になるとかあれとかも最近結構話題だと思うんですけどあれもこ,これも文芸アンカーの卒業生 もちろんね、あの吉本バナナの大先生も、あのここにあるのが、実は吉本バナナ先生が書いて提出した卒業論文の実物なんですけどね、これね、はいえー、こういうようなものとかも、こうあの皆さんの勉強スペースとかも、ね、こうありますけれども、えー、あのフロア的には今、ここを5階で、4階の方に。 えー、芸術学部全部の図書館があります。だそれ以外にも文芸学科だけで、あとね、児童文学とかもあるから、絵本とか,も、ね、こういうのとかもありますけど、えー、後ろが日芸の中庭はという形になっておりますけれども、はいえー、皆さんがね、こう受験を突破して、この日芸の文学科の。 仲間になれることを今から楽しみにしております。はい。ね、SF 好きな人はここら辺でね、こう早くアップこうあの私も SF 小説をねこうやっておりますという形で、はい。えー、まあちょっとちらっとあの文芸アカのね資料室の方をぐるっと回ってみましたが。 いかがでしょうか他にもしあのいろいろ質問とかが大丈夫でしょうかねはいえー、それでは他の先生方もなんかあの <laughs> 青木がずっと喋ってたのであのなんかこう 取りこぼしていることとか、あのうっかり違うこと言ってるとかっていうこととかも大丈夫でしょうかね、そこら辺のところはね。はい。えー、では、あのー、Google フォームの方の、ね、まああのー、今、一番チャットの最後の方にもありますけれども、えー 進学相談のフォームということでこちらの方はあは随時、こ、えー、この方に入れて、ついついやっていっていただければあのいろいろ質問をお寄せいただいて、それに対してメールでお答えするという形でやっていきますので、あ、えと、ー、から思いついた質問などあの、こちらの方にお寄せいただければと思います。はいえー、今、ね、文学科主任ののの先生方方からあの下の方に 受験生の皆さんこういう時期でいろいろ心労もたまりますがどうぞお体を大事にしてくださいエコだでお待ちしておりますと、えー、学科主任の文学科主任の、えー、そこら山下清美先生からのメッセージがありましたけれども、えー、私どもあの皆様がこの日芸に来てね、えー、そして、まあ、文芸学科ではいろんな面白いこう話を書いたりいろいろあの人に新しい発見を与えるようなその まあ例えばジャーナリスティックな文章だったりとかあるいは詩であったり短歌であったり俳句であったりとかあの言葉を使ったいろいろな表現っていうものに新しいこう先生のね僕たちでハッとするような、えー、そういうものを次世代に向かって作ってくれるそういう人になってほしい、えー、そういう人が集まってほしいというふうにずっと考えておりますので、えー、日本大学哲学文学科どうぞよろしくお願いいたします。 えー、それでは、えー、1時間ほどあのやってまいりましたが、えー、文芸学科のオンライン進学相談会これにて、えー、閉幕したいと思います、えー、本日はいらしてくださった皆様方どうもありがとうございました文芸学科どうぞよろしくお願いいたします、えー、それでは皆さんまたエコダで会えることをはいありがとうございましたありがとうございますはい えー、それでははいありがとうございます、えー、それでは、えー、こちらのズーム閉じさせていただきます小谷、えー、お会いできる日を心待ちにしますそれでは皆さんお疲れ様でしたさようなら失礼します。